タレンンントパワーランキングでのの予想外の順位中島健人と平野翔の驚くべき活躍とはアーキテクトが運営するウェブサイトタレントパワーランキングサポーティッドバイ DMMIX はタレントのパワースコアタレントの認知度と誘引率を掛け合わせた値をもとに作成した男前なイメージのグループ所属20代男性タレントのランキングを発表しました調査時期は2023年です 1>, 1位平野翔ナンバーアンダーライン愛1位に輝いたのはナンバーアンダーライン愛の平野翔さんです彼は1997年1月生まれ愛知県出身です以前は人気アイドルグループキングプリンスのメンバーとして活躍していましたが2023年10月には神宮寺優太さんと岸優太さんとともに新グループナンバーアンダーライン愛を結成し新たな活動をスタートさせました 2024年に入ってからは高級ブランドルイス・ビットンとのパートナーシップを締結しさらにサントリー人リ SUI やデジタルハリウッド大学の CM にも出演するなど多方面で注目を集めています2位中島健人セクシーゾーン。2位にランクインしたのはセクシーゾーンの中島健人さんです彼は1994年3月生まれ東京都出身です 2011年に人気アイドルグループ、セクシーゾーンのメンバーとして CD デビューを果たし、バラエティ番組でも存在感を発揮しました。2024年にはドラマ、リビングの松永さん関西テレビで主演を務めるなど、俳優としても活躍しています。また、2024年3月31日をもって、長年在籍したセクシーゾーンを卒業することを発表し、大きな話題となりました。 新しい時代において若手男性タレントたちの活躍は目覚ましいものがあります彼らは単なるアイドルやタレントにとどまらず広告や CM 俳優業など多岐にわたる分野で活躍しています特にファッションブランドや大手企業とのコラボレーションは彼らの人気を後押ししさらなる注目を集める要因となっていますこのような若手タレントたちの活躍は 彼らの個性や才能だけでなく所属するグループや事務所のサポートや戦略的な計画にも大きく影響されています彼らがこれだけの成功を収める背景には様々な要素が絡み合っているのですまた彼らの活躍は単なるエンターテイメントの枠を超えてファッションやライフスタイルにも影響を与えています彼らが着用する服や使う商品は若者の間でトレンドとなり 商品のの売上にもプラスの影響を与えていますしかしながらこれらの若手タレントたちが持つ男前なイメージは一般の若者たちにとっては憧れの対象である一方でその背後に隠された努力やプレッシャー孤独などの側面も存在します彼らが日々の活動や公の場で笑顔を見せている裏には様々な困難や苦悩もあることを忘れてはなりません 今後も彼らの活躍から目が離せないですし、彼らがどのように成長し、変化していくのか、興味深いですね。それにしても、このランキングでは1位と2位がはっきり分かれていますが、これからの展開に注目が集まることは間違いありません。彼らのこれからの活動から目が離せませんね。彼らの成功や苦労について、あなたはどう思いますか これからのエンターテイメント業界のトレンドはどのように変化していくのでしょうか彼らの活動が若者たちのライフスタイルに与える影響は何でしょうかぜひ、あなたの意見をお聞かせください。もちろんです。彼らの成功や苦労について考えるとき、私は彼らが果たしている役割と彼らが背負っているプレッシャーについて思いを巡らせます。彼らは単なるエンターテイナー以上のものであり、 多くのの人々にとっては憧れの存在です。しかしその一方で彼らが常に注目され評価されることは常にプレッシャーを伴うものであることも理解しています彼らは私たちの前ではいつも笑顔で輝いていますがその裏には努力や苦労そして孤独などの側面もあることを忘れてはなりません彼らは公の場に出るたびに自分のイメージやキャリアについて考えなければならず そのためには常に最高のパフォーマンスを発揮しなければなりませんそれは決して簡単なことではありませんまたエンターテイメント業界は常に変化しています新しい技術やプラットフォームの登場によりタレントたちの活動やファンとの交流の形式も変化しています SNS やストリーミングサービスなどの影響でタレントたちは以前よりも直接的にファンとつながることができるようになりました これにより、彼らの影響力や人気はさらに拡大し、エンターテインメント業界のトレンドを大きく変える可能性があります。最後に、彼らの活動が若者たちのライフスタイルに与える影響について考えると、彼らは若者たちにとってロールモデルやインスピレーションとなる存在です。彼らの成功ストーリーや努力の背景を知ることで、若者たちは自分の夢を追い求める勇気や自信を得ることができるでしょう。 しかし、同時に、彼らの生活や活動に過度に影響されることなく、自分らしさを大切にすることも大切です。結局のところ、彼らの活動や成功について考えると、彼らが直面する様々な課題やプレッシャーを理解し、彼らの努力や成長を支援することが重要です。彼らはただのタレントやアイドルではなく、人間としても尊重されるべき存在です。それぞれのファンや支持者は、 彼らを応援するだけでなく、彼らが抱える様々な問題や課題にも共感し、サポートすることが重要です。あなたは、彼らの活動や成功についてどのように感じますか彼らが今後どのように成長し、変化していくのか、興味深いですね。彼らのファンや支持者として、あなたなりの意見や考えを持っていることでしょう。ぜひ、あなたの意見や感想を共有してください。